ジャパンタクシーは、トヨタ自動車が販売する、ユニバーサルデザインタクシー用、トールワゴン型ハイブリッド商用車である。2013年に行われた第43回、東京モーターショーの参考出品者である、JPN タクシーコンセプトをベースに市販化したもので、1995年から、主にタクシー向けのノッチバックセダン型商用車として、販売されていた、コンフォートクラウンコンフォートおよび、 XS10 系クラウンセダンの後継者として新たに発売されたものである。トヨタ車で初めて国土交通省が定めるユニバーサルデザインタクシーの設定要件を満たした車種に認定されている。車名は JPN タクシーとアルファベットで表記し、読みとカタカナ表記はジャパンタクシーである。プレスリリースでも JPN タクシーと表記しているが、 公式ウェブサイトのタイトルはカタカナ表記とするなど表記が混在している。報道機関では JPN タクシーなどの表記もある。通称としてジャパンやジャパタクとも呼ばれる。生産はコンフォート系に引き続き、トヨタ自動車東日本東富士工場が担当していたが、2020年12月25日に閉鎖された後は宮城大平工場に移管されることとなった。 グレードは、標準グレードの和と上級グレードの匠の2種類が用意されており、後述の深い限定車の場合は、それぞれの車両形式の末尾に、K が追加される、ダー NTP10 ダーソックスドンク。初期に設定される深い限定車は、匠和の両グレードに設定され、鉱石側両ドアには、東京2020大会公式ロゴとトヨタのロゴのシールが重複され、 専用カタログには、両イベント終了後、事業者各位で直ちに剥がすことと、両後部ドア部分には、車掌や無線番号等の調布を、一切してはいけない旨が記されている。なお、東京都等一部の自治体では、深い限定者に対して補助金を出しており、東京都の例では、国のユニバーサルデザイン者に対する、補助金と合わせ100万円近い補助金が購入する、事業者に助成される。 シールは太陽光などの影響によりボディカラーの色あせなどで剥がした部分とそれ以外の部分で色あせが目立つ場合がある。色あせ対策で経年次第では剥がす代わりに目隠し用にオーバーラッピングも用意されている。UD タクシーのシールは初期は緑色三 300kg 太陽スロープ車両より二千二十年ドローンオイのピンク色が左前バンパー、左リアフェンダー、 後部ハッチ右側の3箇所に貼り付けされる。特装車扱いではあるが、商用車の JPN タクシー版使用車もラインナップされる。これは、ワグレードベースに鉱石を省くことで積載性を高めたモデルであり、乗車定員は2名、最大積載量は 250kg の4、ナンバー登録となる。ボディカラーは深いアイローベースとした新規開発色、深い、 黒色の、ブラック、白色の、スーパーホワイト2の3色が設定され、顧客の要求に応じた塗装には対応しなくなった。また、前述の通り、深いのみ、深い限定車の設定がある。ただし、愛知県の名鉄タクシーをはじめ東京以外の地域を中心に、タクシー仮装業者や板金塗装工場の手により、独自に従来通りのデザインに、 全塗装して使用している事業者もある。東京都内においては、個人タクシーの内東小京化名の車両は、スーパーホワイト2に赤で縁取られた青い帯を貼り付けている。また香港でも、全塗装して使用する事業者がある。搭載される 1NZ 回 XP 型エンジンプラス 2LM 型モータースライドドア同社の、小型ミニバンシエンタのチーフエンジニアでもある、海川博士が当社。 チーフエンジニアを担当。その XP17G 型、シエンタのシャシーをベースに開発したため、ミニバンに近い提唱、高天井スタイルを採用。助手席側のリアドアは、開口幅7 2 0ト、mm、ル開口口1 3 0 0、mm、トルの開口幅を持つ、電動スライド式で、車椅子に乗ったままの乗降が可能であるほか、室内各所に補助グリップを設置したことで、 車椅子からシートへの乗り移る際にもセダン系の車両より楽に動けるという。運転席側のリアドアは開閉状態を前後方から容易に識別でき、かつ人の前方への飛び出しを防ぐヒンジドアとしている。なお、車体の前方の高さから導入する事業者の車庫の制限に対応するために、アンドンの位置が屋根の中心に設置するタイプを設置する事業者だけでなく、 フロントウィンドウ上やリアハッチバックウェイに分けて設置する事業者がある。室内側の電動スライドドア操作スイッチは運転席ドアのパワーウィンドウ付近に設置されるが安全上スイッチを操作し続けることでドア開閉を可能としている。スライドドアの取り手を直接操作する場合はアウター側は他社同様にノブを一度引くだけの電動開閉を可能としているがインナー側は安全上。 手動での操作のみとなり、電動による操作はできない。また、運転席側のリアドアのみ安全上、窓の昇降はできないようになっている。口述するが、開閉速度については2019年3月の一部改良で見直され高速化されている。シートはグレードを問わず、全車に合成比較を採用する。これは、傷や汚れに強く、清掃も、 容易に行えるようにとの配慮からである。助手席側は、グローブボックスを配することで乗車スペースの拡大と、シートアレンジの多様性に貢献している。タクシーメーターや領収書、無線機器、釣り線箱、小物等をスマートに収納できるよう、至るところにポケットやスペースを設置し、場所によっては防犯に配慮した形状としている。タクシーメーター、カーナビゲーションは、 後席から見えやすいセンターパネルに配置し、空調スイッチは運転席、右側パネルにコンパクトに配置されている。フロントは横基調の公衆をモチーフとしたラジエーターグリルを採用。リアはバックドアをノッチ形状としている。またバンパーはフロントリアどもにサイド部分だけの交換が可能なように三分割に、ランプ類はアウターレンズのみ。 交換可能な構造とし、メンテナンス性にも配慮されている。パワートレインは、トヨタのハイブリッドカーに採用されている、ハイブリッドシステム、リダクション機構付け THS をベースに、タクシーで用いられている LPG 燃料に対応した LPG ハイブリッドシステムが採用された。エンジンは1.5リットルの 1NZ 回 XP 型を搭載。ブロックこそ、 1NZ フックス型と共通であるものの、ヘッドとバルブは専用品に差し替えられ、バルブスプリングも強化され、それに、補給ベルトのメンテナンスが、不要の電動ウォーターポンプが組み合わせられた。バッテリーは、ニッケル水素が用いられており、低床・フラットフロアを実現するため、薄型化して、フロアカーペット下に配置。燃料クーラーは、コンフォート系の1、3サイズに小型化された。 ガスボンベ容量もコンフォート系の94リットルに、対種52リットルと約半分強に減少しているが、ハイブリッドシステムにより、航続距離はほぼ据え置かれている。これらにより、JC08 モード燃費は 19.4kmL、WLTC モード燃費は 16.8kmL となっており、タクシー用車両では、初となる。 平成32年度燃費基準プラス30%と平成17年排ガス基準75%低減を同時に達成。サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式コイルスプリング、リアにトレーリングリンク車軸式、コイルスプリングがそれぞれ採用されており、耐久性を高めるためタクシー用に専用設計された。安全性能においては、 衝突回避支援パッケージのトヨタセーフティーセンス C を標準装備しており、インテリジェントクリアランスソナーをオプション設定している。2019年3月の一部改良でコンパクトカーのアクアなどへ適用されている昼間の歩行者検知機能を追加した改良型へ更新された。車椅子用のスロープを標準で搭載しているが、口述の通り、 トヨタの想定よりも設置作業に時間がかかることが障害者やタクシー事業者から指摘されたことから2019年3月以降に販売される車両に作業時間を短縮する改良の実施を行いすでに販売した車両にも無料で部品交換など改良措置を適用すると発表したその後2020年1月には同年3月31日の 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定容量の改正に伴い、スロープの耐荷重を2 0 0ラムから3 0 0ラムに変更する改良がなされた。車椅子用のスロープについて、利用者、乗務員、事業者からの評判は以前から良くなかったが、特に車椅子利用者から、ジャパンタクシーは乗り降りに時間がかかって不便として、 change.org で募った1万1715人分の車体改善を求める署名が2018年11月29日、トヨタ自動車名古屋オフィスに提出される事態に至った。車椅子のまま乗車するには助手席を前に倒す後部座席を上げ、収納袋にあるスロープを組み立てる車椅子と車両を固定する作業が必要で、 トヨタ自動車は一連の作業を約10分間と見ていたが、実際の乗車現場では15分以上かかるケースもあった。作業時間がかかりすぎる、あるいは作業の面倒さから、従来のタクシーと同じく車椅子はトランクに積んで、利用者自身は運転手に座席まで抱えて持ち上げてもらったり、最悪の場合は車椅子利用者が乗車拒否に遭うケースも多発した。これについて、 チーフエンジニアの海川博ワは作業が複雑でマニュアルを見る時間もかかっていた。考えが甘かったと述べた。一連の問題の原因は本社をもともとガソリンハイブリッド車として開発を進めていたことにある。シエンタのウェルキャブも含め介護用のガソリン車は後部ハッチバックドアからの車椅子乗降が一般的であるためその通り開発されていたが 一方のタクシーでは LPG 車が一般的であるためにタクシー業界は強く LPG ハイブリッド車化を要請した。その要請を受け入れた結果、後部の低い位置に大容量の LPG 燃料ボンベの横、サイを余儀なくされ、後部ハッチバックドアからの車椅子乗降が不可能になって、側面のスライドドアから乗降する方式になってしまった。ガソリン車の支援タをベースに、 LPG 社のジャパンタクシーを開発したことが、トヨタ、利用者、乗務員、事業者、いずれの視点でも、あだとなってしまったのである。改良発表前の2018年7月には、神奈川トヨタ自動車が、工夫により5分で効率よく乗車できる方法を、YouTube にて紹介しており、トヨタ自動車でも2019年のマイナーチェンジ以降、 乗降方法の動画を YouTube にて公開している。香港向けのコンフォートハイブリッド。ありがとうございます。